おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は3月の5日の火曜日になります。お題がこちら。米株いびつ。え ということで話をしていきたいと思うんですがシンプルにこれは僕の気持ちですナスタック1のヒートマップを見た時に赤いのと緑色が乱れてるなっていうそんな感覚がありましたで急落も急騰もあって最終的に小幅安なんかこの全体だけを捉えるっていうのがなんか違うなっていうふうに思ったので一個一個ちょっと検証させていただきたいなというふうに思っておりますよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝1位目標で更新をしておりますなるべく耳だけで聞いてもわかる ような形でなるべくわかりやすい言葉を使って解説ができればと思っておりますぜひ毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録をお待ちしておりますそれでは早速昨日の振り返りを見ていきましょうまず日本株なんですけどもなんと終値ベースで4万円を超えて終わることができましたっていうのは本当にすごいなっていうふうに思うんですけどもただ冷静に見てみるとトピックスがマイナスだったり日経平均株価の値下がり銘柄数が多かったり東京エレクトロンアドバンテストだけで150円以上上げていたり まあ偏りがあるよねってみんなわかっておりますけどもね、まあ、そんな形になっております業種別ランキング見ても、まあ、値下がりしている業種も結構目立つよねっていう形はありますよね半導体関連に関しましても電気機器0.92%全体で上がってるだけなので、まあ、全部が全部上がってるわけでもないのかなっていう感じはするかなと。 アメリカ株チェックしていきましょう。3指数ともに小幅安ですよね。なんかこれだけ見ると今日はなんか静かなね、様子見姿勢の強い展開なのかな、なんていうふうに思ってたんですよね。欧州株は高安、ま、ちんまちの展開でございます。ヒートマップチェックしてみると、まあだいたい半々ぐらい、ちょっとプラスのセクターの方が多いけども、でもマイナスなのかっていう感じがありますね。で、ニューヨークダウンのヒートマップでも、まあ赤い緑半々ぐらいだけども、もうこの時点でね、なんかまあそこそこ大きな動きあるなと、アップル3%安か、みたいな感じで。 ですし、えー、こちらナスダック100のヒートマップですけども、あれアルファベットも3%以上、そしてテスラは7%、結構下げてるけども、指数は小幅安なんでって言うと当然 NVIDIA が上げてるからなんでしょうね。まあ、そういったところがあるといびつだななんていう風に感じました。で当然こうなると日経平均はまたプラスになるのかもしれませんね。50円のプラスということになっております。ドル円は150円の53銭、原油が78.62、ビックス13.43、長期金利は4.227、ラッセル 小幅上昇ソックス大幅上昇という形で日経先物どんな感じになるのか見ていきたいと思いますそしてまたこちらも大台を突破していますねビットコインが1ビットコインで1000万円を超えた日本でも結構話題になってますけどもどうでしょうしっかりと見ていきたいと思いますそれでは見ていきましょうナスダック100のヒートマップで急落も急騰もあって小幅安ってということでちょっといびつさを感じてますという話になりますまずはいつも通りアメリカ株が始まった後の日経新聞になりますけどももうこの言葉 もねね聞き飽き飽ました、ね、持ち高調整の売り優勢ということにはなっておりますでナスタックも反落ということなんですがさっきのアップルのねことはちょっと気になりますよね、えー、ダウ平均の重荷になっているということなんですが欧州連合の欧州委員会が4日18億ユーロの制裁金を科すというふうに発表したということですね音楽ストリーミング配信市場での支配的地位の乱用があったというふうに判断したということでございますヨーロッパからこういうの結構出てくるんですよね注意が必要だなというふうに思います アップルに関しましまては冷やしたと見るる結構崩れてるんですよねやっぱりまあ、いまだに影響力大きいと思うんですよ。ナスダック100の時価総額率で見て11.34%ですし、実際に時価総額で見たときには世界で今も2番目だと思うんですね。アップルがここまで崩れるっていうのは重荷になる少しどころじゃない結構な重荷になる可能性がとても高いというふうに思っています。実際に一目均衡表の雲のねじれを終えた後にギューッとこう下落幅を拡大していって、直近安値も割れているような状で 状態ですからまあ短期的には下降トレンドであることは間違いないかなと思います rsi がちょうど売られすぎ水準30に入り込んでいるんですけどもまあ、売られすぎとして反発が期待できる一方でものすごい弱い証拠と見ても取れますのでそこは注意が必要かなと思います株担にも同様のニュースが載ってました spotify など音楽配信の競合他社を締め出した疑いがあるそうでございますどうなんでしょうねまあここに対して不服で上訴する意向を明らかにしているということですからこの材料はしばらく見ていく必要があるかなと思います特 普段他の材料がが特に見つかったわけでではないんですがアルファベットやテスラもね、大きく値を下げていますし、チャートも結構やっぱ崩れてますよね。アルファベットも雲の下に潜り込んだ後に雲の抵抗を受けて、さらに下に下がってしまったっていう形になりますし、まあ、何よりアルファベットはクラス A、クラス C の合計の時価総額率というのは、アップルやマイクロソフトよりも大きいんですよね。なので、まあ、ちょっと無視できる存在ではないっていうところや、まあ、テスラもね、未だに売買代金としてはとても多いんですよね。2番目に多いという。 ということですから、まあ、注目度も高いし、まあ売買してられている方もすごく多いんだと思うんですが、まあ、明らかにずっと崩れ続けているっていう形ですね。改めて直近安値を割れてくると、もう一段下げるかもしれないっていうところは警戒を持っていた方がいいかなという風には思います。ただ、まあ、先ほども見ていただきましたけども、どうしてコアバイスに留まってるかっていうと、当然 NVIDIA が大きく値を上げているからっていうことですよね。ものすごいもう格差が出てきてるなっていう風に思うし、あとは売買代金ランキング改めて見てみると、3番目のスーパーマイクロコンピューター 今日は NVIDIA に何か材料があるとするならばこれなんじゃないかなというふうには思ってるんですよねスーパーマイクロコンピューターは25.7%上げてましてチャートで見るとこんな感じ高値を更新してきたってことなんですが、まあ、材料としましてはこのスーパーマイクロコンピューターがなんと S&P500 の算出銘柄に採用されるということでございます世界の S&P に選ばれたということで決してねして株とかそういう感じじゃなくもうグローバルの活躍できるそういう 銘柄に認定されれたたみたいな感じがあるのかもしれませんね20%以上の上昇この上昇は本物だったということかもしれませんまあそれを受けたスーパーマイクロコンピューターの上昇評価を受けた、まあ、半導体関連株 AI 関連株っていうのが今日も高いんじゃないかなというふうには思いますで一時期マグニフィセントセブンなんて言われてましたけどもすごいやっぱり今格差が生まれてまして、まあ、昨年の10月頃っていうのがちょうどこの利上げ観測とかね急激な引き締め懸念がだいぶ和らいできたタイミングなんですけども そこからのパフォーマンス差っていうのをマグニフィセント7で比較しております。で、今は勝ち組と呼ばれているのが、NVIDIA とメタの2社だけとも言われたりはしています。で、生成 AI の本場といえばマイクロソフトなんですが、マイクロソフトも27%、アマゾンで48%、メタが73%、NVIDIA は115.72%ということで、もうズバ抜けているという感じですよね。一方で、マイクロソフトよりも下、アルファベット、アップル、テスラというのは、もうマグニフィセント7の中からも、特にテスラなんかは、まあ、抜いま かれてるようなそんなな表現を見ることも増えましたねなんだかまあ切ないという感じはありますがただやっぱりこれらが崩れることによる影響っていうのは少なからず当然あるわけですので、まあ、指数のチャートが崩れたりするきっかけになるかもしれないので今後の注意点としては是非押さえておいていただきたいのとやはり NVIDIA に関しましてはままさすすがにに熱感は拭えないないいいう,ふうに思いますバリエーション的にそんなにね加熱感があると言われないこともありますけどもただ見た目的には加熱感どう考えてもありますからねテクニカル的にもどう考えてもありますので、まあ、調整が一時的に多いと 大きくなったりとかまあ、ネガティブなニュースに対してどう反応するのかはねちょっと慎重に見た方がいいかなというふうに思いますので、まあ、引き続きですねこういう格差は今生まれてはいるんですけどもそして見方はきっと変わっていくのかもしれませんけどもまあ、こういった下落への懸念過熱感への警戒は、まあ、しっかりと持っておきたいなというふうに思いましたでは今日の動画のまとめです米株小幅安持ち高調整による売りが続いている状態なんですが中でもアップルの制裁金による下落っていうのは結構大きくてですね重になってるんじゃないかなと思いますで、アルファベットやテスラの急落 も要注意だなと思います売買代金が多かったりあとはナスダック100の中の影響度は Google は一番大きいですからね未だにそれは変わらないと思うのでやはりまあチャートが崩れるきっかけになるかもしれませんでも NVIDIA が上昇していたりとかスーパーマイクロコンピューターの25%以上の急騰っていうのが、まあ、半導体や AI 市場 指数を支えてていいいるる構図にななっているのかなと思います日本も同じですよね。半導体株で日経平均株価が釣り上げられているっていう、そんな感覚とすごく近いなというふうには思います。まあ、いつかちょっと方向性が変わった時には注意が必要だなっていうふうに思いますね。 スーパーマイクロコンピューターに関しましては、S&P500 の採用が決まりまして、特にマグニフィセント7の中での格差が鮮明になってきました。まあ、Apple アップル、グーグ e テスラに関しましては、ちょっとね、残ることが厳しいんじゃないかなんていう、そんな意見も見られましたけども、まあ、個人的に一番気にしているのは、仮にこのまま上昇がずっと続いていくってことはないと思うので、半導体から一時的な調整が入った時に、Apple とかアフロファベットとかテスラっていうのが、まあ、バランスが取れるのか、今は半導体 AI にお金が向かってるものが、まあそこ ここから資金がちょっと抜けてきたときに、こっちに来ればバランスが取れるんですけども、なんか共に下がってしまうような形になると、また話が変わってくるなというふうに思いますので、そこはちょっと注意が必要かなというふうに思っております。では、指数の売買戦略、冷やしの一目金公表プラス RSI を使って見ていきたいと思います。はい。えー、現在の値でございます。5時15分まで時間が進みましたが、なんとプラス転換してる指数が2つ、ナサックと S&P500 ということですね。ってなると、日経金先物も,も120円まで値を伸ばしていて、今日もね、4万円台を超えてのスタート あとはなんとか維持できそうですねドレンが150円の54銭という感じですねそしてラッセル が0.32パーセント、これそんな変わらないんですけども、ソックスは2パーセント以上に伸ばしてますね、まあ。より上昇強まっているっていう形なのかなと思います。では、えー、日経平均株価から見ていきましょう。昨日はローソク足陰線をつけまして、安いところではね4万1円まで下げたんですよね。で、まあ良い見方をするならば4万円で値固めしたようにも見えますし、まあ、実際に今日はまた値を伸ばして始めそうということですが、さすがに4万円からね個人投資家が買い続けるみたいなことは考えにくいので、海外投資家の買いが続くかにかかってるかなって感じは。 ししてきましたかねトピックス見ていきますトピックスがマイナスの0.12%ということで、まあ、昨日は下げてしまいましたけども強い状態であることは間違いなくずっと転換線はキープしてるんですよねですから、まあ、この転換線が割れた当たりくらいからちょっと怪しくなってくるかなっていうところはちょっと意識してみておきたいなというふうに思っておりますグロース250指数なんですけども昨日は上引けがめちゃくちゃ長くて安値引けなんですね惜しかったなーっていうふうに思いますけどもねかなり値、ね、を伸ばした時間帯もあったんですけどもなかなかやっぱ主役級の上昇が見れないな まだお預けかなっていう感じはしますかね。ニューヨークダウンに関しましては、まあ、マイナスなんですけども、0.05%ですので、結局トレンドラインはまだ維持できてはいますし、転換線も維持はできているんですよね。まあ、この辺割れてくると見方を変えなきゃいけないなというふうには思っておりますが、今日はまだなんとか底堅さを維持しているということです。サントピ500に関しましては、プラス転換して要線をつけて、この時間帯でまた史上最高値を更新できているっていう形ですよね。ただやっぱりまあ主力銘柄の中でアップル、アルファベット、テスラが下げてもこの状態ってことですから、まあ、やっぱりいさは あるよねっていう感覚は何かありますかねナスタックに関しましても史上最高値を超えた後に要線をつけて、まあ、強い状態が維持できているって形です今日もプラスで終えればもちろん史上最高値ということになりますよね最後ラッセルですラッセルは上にポンと抜けた形ではありますローソク足が陰線であることは若干気になりますけどもまた新たなフェーズに入っていくのかな上昇トレンドは一応確認取れたかなっていう形です終わりにも注目して見ていきましょうはいということで今日はですねちょっとやっぱいびつさがアメリカ市場もすごく目立つよねっていう感覚があったのでもうで そそれををのまんま話をさせていいいたただととうことです。日本株に関しましてもやっぱりまあ東京エレクトロンとアドバンテストの影響っていうのがものすごい大きくなりすぎているっていう状態ですしアメリカ市場に関しましても半導体 NVIDIA の影響スーパーマイクロコンピューターの影響っていうのがもう明らかに目立つということになってきましたいまあ、未だその勢いは衰えないということではありますけどももちろん株価はね波があるので、まあ、そこだけ注意をしていただきたいのと、まあ、実際にその波が今は上下に向いた時にどうなるかっていうこと このバランス感覚とか。 そこに対して、まあ、新たな材料が出てきた時のそれぞれの反応っていうのをね、もう一個一個見ていきたいと思ってますので、毎日お付き合い,いただければ嬉しいです。それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別の映画と男とも分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事アップしてます。四季法も近づいてきましたから、まあ、その対策ということで記事を書いていきたいなというふうに思っております。ぜひ引き続きよろしくお願いします。ノートのメンバーシップの URL が下にありますので、月額9件初月は無料になっているので、ぜひね、えー、月初は特にお買い得だと思いますので、ぜひご注目いただきたいなというふうには思っております。 また、初のリアルイベントまであと3日と迫りました、本当に伝えたかった3つのことということで、アクションリストも加えてえ話をしていきたいと思ってます。今、ブラッシュアップしてますので、ぜひ楽しみにしていてください。まだ申し込み間に合いますので、こちらも概要欄の URL をチェックしてください。また、新兄さんに関するセミナー、こちらの準備もね、着々と進んできております。こっちもね、結構楽しい内容になりそうです。また、16日には福岡でのイベントも開催予定がございます。結構ね、イベント立て続けになるんですけども、ぜひぜひご確認いただければ嬉しいです。ということで、今日はこんな感じで終わってきます。 何かでもないか参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で。朝七時目標頑張っていきます。毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録、お待ちしております。それでは、また明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。今日は三月の五日の火曜日になります。お題がこちら。